続いては前田が催眠でとんでもない行動を。前田が克服しなければいけないものはこちらです。いやいやじゃないよ、お前らは志村動物園に出たくないんか。お前は使いましたよね、使いましたよね。これはいやいや、おお、なんてことするんですか。触ってみ、一回触ってみって、一回触ってみろって、一回触ってみろって、前だ、一回触ってみろって、前だ、前だ、一回触ってみろって、前だ、一回触ってみて、ちょい。さあ、ここまでトカゲが苦手な前田だが、果たしてこうやって目を軽く目を覗いて、力抜いて、そう、今まで爬虫類、トカゲが絶対触りたくないし、嫌だったことだな。目を開けてみると、なんかすごく可愛らしくて、ね、触りたくなるよ。さあ、目を見て。え、前田これ触れると思う？無理だと思う。え、そう、もうかかってるんですか先生？そう。前田を見て。いけるかも。いける？はい。ね、本当に？そう。気持ちが平気になってるよ。え？大丈夫？え？嘘やん、前田。さっきめっちゃ言われたよ。言われたよ、前田。じゃあこっち見て。え、解くよ。一つ二つ。だが、もう一度催眠をかけると。可愛いよ。肩乗して。マジなんで大丈夫だ。なんか飼ってる気分になる。私動物は好きなんですよ。なんかその中の家にいるような気分になります。さっきと何が違うわけ。ちょっと楽しくなれます。催眠かかってると。わかんない。楽しいよ。全然大丈夫だよ。すごいなんで肩乗る。まだまだ。特に一つだけ違う。ここで大島が恋愛感情も恋愛か、女性同士の恋愛感情みたいなの、あ、出るんですか。そこで急遽この二人がこんな実